岸和田の簡易裁判所でございます。実はですね、本日この岸和田簡易裁判所においてですね、長野孝夫ちゃんのですね本人尋問が予定されとったんです。彼が被告なんで、私は原告なんですけどもね、2019年1月21日の午後3時半ぐらいに、私がこうやってカメラで高尾犯罪があるんじゃないかということで記録をしてましたらですね、そこへたまたま高尾ちゃんが、もう家の前ですからね、それは家から出てきますわね。で、家から出てきてですね、何撮っとんねやということで、カメラを奪い取ろうとしたのか、私に危害を加えるのが元々目的だった、どっちか分かりませんよ。そやけども、私の右手首をひねって全治1週間の怪我をさせたということなんですね。で、それについてもうすでにお知らせをいたしておりますけども、このように岸和田署に被害届を出しまして、地検の岸和田の警察庁ですね、そこでですね、これ傷害事件を起こしておると、これについて不起訴にしましたと、嫌疑不十分ということになっておるんですね。これね、で今日本人尋問で結構もう何回もやってるんで、最終的な肝の部分で尋問やって、もう一回やってもう終わりで決心になるかなというふうに思ってたわけなんですけどもですね、今になってというか、まあ、向こう側の言い分としてはそれは今になってということになるんでしょう。で、こっち側は手首持ってひねられたってずっと言ってるわけですね。で、高尾の方はいやいやそんなしてないと、カメラに手をこう覆いかぶせただけです、だからこういう感じねということを言うわけですよね。ほんでもう最後も最後の山場で本人尋問でですね、法廷に DVD を映す機械とテレビを用意をしていただきましてですね、ほんで DVD の映像自体を証拠として出してがっちりやったるでということでやろうと思ってたわけですよ。これなんやって言うたらね、えらいこっちゃかな、えらいことですやん、ね、これ、準備書面なんですけども、ここでね、これまあ見てもらったら分かるんですけども、押し問答になったと。で、被告は高尾で原告私ですよ、これ、ね、見てもらったら分かる。で、被告はビデオカメラのレンズを覆うように手を掲げると、原告はおもむろ痛いと言い出したと。で、暴行を行ってませんよというふうにこれ書いてるんですよね、準備書面に聞いてね。でですね、本日、また新たにですね、陳述書を高尾の方が出してきまして、陳述書なんですけどもね、でこれ実はこれ陳述書を年末までに出せというふうに裁判官の方から言われておったわけですわ。でその中で私ももう出したもんやというふうに思ってたら、2月ぐらいになってこれまだ出てないでということで私も出したんですけども、高尾もこれ意図的に出してないんですよね。こう私のはもうあのほんまにポカッとしたミスですわ。ところがこう弁護士ついてるんでね、でこの橋口さん自身は前もお伝えをしましたけども、維新の創設者のタレント弁護士と同期で、司法修習の班も同じであったというふうに思われる方ですね。でこの人ボスで、この宮部さんという方と平井さんという方がそこで弁護士事務所にいてはる人なんですけども、最近ですね、この宮部さんという女性の方がね、辞められたみたいですね。で平井さんというこの子は若い子ですよ。で、前も挨拶せえへんって言ったんですけども、まあ挨拶せえへん平井さんと2人で今日は来てました。でこれ、ね、もう一回こう映すけど、陳述書の中でね、これ、なんか一民間人やからこんなもん、録画される筋合いない上の間の言うててですよ、撮影止めへんからビデオカメラのレンズを手のひらで覆ったと。ほんなら突然原告が、私が痛い痛いと言いながら身をかがめたと。で高尾は何をやってんのこの人だと心底呆れましたが、原告が私に暴行を受けたように装っているのだろうということは分かりましたと。で、この後に
児童養護施設の運営を行っている者ではどれほど非にかける相手であろうと他人に対して暴力を振るうことなどありえませんということを書いてるんですけど、これ何遍も言いますけど、これ児童養護施設で、これなんで私がこの長野学園をね取りに行ってるかということが、もう高尾は分かってない、まあ分かっててもこんなところへ分かってますということは書けないんだろうけども、税金 100% で運営をされているようなそういう施設がですね、長野家の蓄財のためのマネロンの装置になってるやろというふうに私は申し上げておるわけです。で、その証拠として様々なもんを挙げてきましたよ。だから家であったりとかね、車であったりとかね、なんでこんな蓄財できんねやと。ほんで先週山手線が通るあの兼近の桃畑のあたりでですね、高尾が地上げのために土地予算こう取るかなと。でそれを結局大阪府があそこへ選手山手線を引くときにですよ、土地買うて高尾はウハウハやという話は三田町あたりではよう聞く話です。ただしそれをなかなか特定ができないわけですよね。であの辺の地主についても私は調べておるんですけども、確かに高尾の名前であったりですね、社会福祉法人阪内福祉事業会であったりですね、長野学園の名前が出てくるというようなことがないわけですよね。でだからそれはあえて使わずにですね、例えば越智弁護士の妻である公平、脳みそのない無能市長と言われております岸和田市長の長野公平のどっちや上の姉ちゃん、いや下の姉ちゃんか、どっちだったか忘れましたけども、そのマキちゃんですね、オッチマキ子というオチ弁護士の妻となっております。マキちゃんが乗っておるボルボ XC90 でしたかね、新車で買うたら1000万ほどするやつですよ。さあそういうもんがどっから金出てくんねんと。しかも落ち家の金で買うてるんであれば、落ちさんは堺に住んでますからね、堺ナンバーやろと、なんで泉ナンバーやねんと、和泉で乗ってること自体が高尾の名義になっとんちゃうんかというようなことを申し上げですね、北町のとこで高尾も公平も調子に乗ってですよ、矢倉くんで小角海原のとこのやり回しを接待のために読んだ人々に対して見せておったあの矢倉ですね、検事確認を取っておりませんでしたので、私がこれ違法やないかということで、さすがに2019年は検事確認を高尾の妻良子の弟である原田建築設計士ですね、設計士の名前で取りましたよ。でそれについても私はもう報じたところなんですけども、そういうことをやって違法状態を私は解消させてきたわけですね。でその不動産についても高尾の名義ですから、これどないなってんねんと、70回ったもんに5000万以上の金をなんで銀行金貸すねんということですよね。そういうことも含めまして、こういう蓄財をしてるでしょということをお伝えをしてきたところなんです。その児童養護施設です。まさに舞台になったね。で、だからそれを運営を行ってる身であると、なんか政治みたいなこと書いてるけど、言うとけどこれキリスト教の神父であったってですよ。あのあそこから来た人おったでしょ、イタリアのねローマのとこの小さいとこね、あそこから来た人であってもヨハネ・パウロや、パウロであってもですよ、アメリカで発見をされたですね、子供さんを神父が性的暴行しておったというね、そういう話ですよ。そういう話についてはね、全く口を閉ざしてるわけでしょ。ちょうどええもんがあるからね、お見せしますけど、これですよ、まさしくこれですよ、このスポットライト、カトリック教会の滞在、ここに書いてあるんだけども、これアメリカで報道されたので、これ日本でもありました。でこれをヨハネ・パブロに対してですね、これどないなっとんねんと、バチカンで本茶のとこでね、どないなってんのか説明3回ということを言われたんだけど、彼は日本に来た時も説明をしなかったでしょ。だから成人であったってやるんですよ、こういうことをね。だからこそこのここに書いてる、私は
社会福祉法人で頑張ってるんですっていうようなことは全くそれはですね言い訳にならんでということなんですよね。でそういう犯罪的なことに対して全く説明もしてないわけですから、しかも何回も何回も犯罪を繰り返ししてるからこそ自分がその犯罪を疲れるとですね、そう公開されると痛いとこ疲れたなということで私に対しても牙を剥いてきて名誉毀損の訴訟やってんじゃないかということなんですよね。ほんで、まあ、長いことだらだらとこの話しましたけども、結局ですね、でその時に動画でズバッとこれが証拠やないかいっていうのでやろうと思ったらもうまさに肝のとこやから、それを今出してきて今尋問すんのはなんぼなんでもなっていうふうに橋口弁護士はそれ言うわけですよ。まあそれわからんでもないねんけどもね。でもちろん裁判官もそらそうやなということになりましてですね、で本人尋問の日が延びました。3月の26日同じ木曜日午後3時15時からここであります。間に5日の日にも2時から、1回入ってます、期日が入ってますけども、ここはまあ書面のやり取りだけなんであんまり見ても面白くないんでね、ぜひとまた3月26日木曜日15時から高尾がもう1回来て本人尋問をやりますので、どういう具合なのかというのをねぜひとも見ていただきたいというふうに思っております。で今回裁判所に提出をしました、まさに高尾が私の手首をひねる暴行事件を、傷害事件ですね、傷害事件を起こしたその映像そのものについても、まあ相手方に提出してますんでね、もうアップしてもええかなというふうにもいろいろと考えておる次第です。3月26日15時岸和田簡易裁判所ですね、どうぞお時間のある方はおいでいただきたいというふうに思っております。